はい、菅原さん、はい、一生懸命何か手を動かしてますけど、今これ何の作業なんでしょう。これはあのホイップクリームを作ってます、はい、あ自分料理しないんで、こういうの持つのちょっと初めてでちょっとね、まだあの手先がおぼつかない感じが、そうなんですよ、見て取れますけれども、上手にかき混ぜてくれてますよ、はい、はい、頑張ります。まだまだホイップにはなりそうにないですかね。はい、全然まだ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 普段もこういうお菓子作りをするので、うん、おー、そうなんですか、はい、ちなみにどういったお菓子を。この間はバレンタインの時に、チョコブラウニーを作って、ちょっとメンバーに先着5名にちょっとプレゼントしました、じゃあまたね、うん、作ってほしい。作る。私はその先、うん、先着5名に入れなかったので、うん、ということはリクエストが入ったので、次は何作りましょう。はい、何にしましょう。でも今回ね、パンケーキも作ってるので、うん、じゃあパンケーキ、こういったね、生地のミニパンケーキ、すごい、ミニパンケーキ、いい、さあ、間もなくひっくり返す段階に入りますが、おー、すごい、やった、さすが滝野さんにも2枚目をひっくり返していただきましょう。いきます、頑張れ、せーの、よいしょ、あー、私ひっくり返せるんですね。ちょっとなんかひっくり返せたらちょっと料理できた気になりますね。そうですよね、はい、さあ、ソース作りいかがですか。完成ですかね、今村さん。はい、完成しました。すごいいい色になってます。宝石みたいな香りも、もう作ってる段階からすごい爽やかなレモンの香りがたくさんして、うん、絶対美味しく出来上がってると思います。このソースもめちゃくちゃいい匂いしてきました。本当に甘酸っぱいいちごの香りがすごい、ええ、なのでちょっとパンケーキと合わせて本当に食べてみたいです。私もちょっと一人だけね、工程が違うので一生懸命頑張ってくれてるの、もう皆さんも応援をよろしくお願いいたします。はい、上手にあのホイップ、うわーすごい美味しそう、泡立てていただきました。すごい、超美味しそうじゃん。すごい素晴らしいですね。すごい、さっき菅原さん、実はあの一応ミキサーも準備してたんですよ。だけれども、用意してたんですか。そうなんです。だけれども、こうやってね、はい、まさかこんなに素晴らしく作っていただけるとは、ありがとうございます。上手に泡立てていただきました。すごい美味しそう。トッピングしたいと思います。はい、はい、これプライベートでも普段でもね、お家で食べているという、はい、美味しい。やっと食べれますね。ホイップから、はい、こういったものを作るときって、こう自分はセンスがあるなとかって感じる方ですか。いや、ないです。ないですか、はい、美的センスはあまり。美的センスはないんですけど、私実は美術の授業で5段階評価で5を取ったことがあって、わお、でもそれはなんかテストが良かっただけでセンスがあるとかではなかったんです。でも、うん、ちょっとそこはなんか自分の中でちょっと自慢ができる、唯一5を取った、うん、あの教科なので。さあ、まもなく完成ですよ。乗った惜しい、惜しいよ。どうでしょう、乗った乗った、上手に乗りました。はい、素晴らしい。仕上げの手とかをもう一個、うおはい、完成しました。じゃん、あれ、お顔かな。はい、これは、私の顔を作りました。はい、ゆみこパンケーキです。ありがとうございます。グッドグッド地域応援プロジェクトスタート。中国5県の地域の魅力がいっぱい詰まった素敵な特典をプレゼント。グッドグッドクラブに入会して応募してね。中国電力。
笑>